私はインディオですが私は青柳桃美と申します。その一人がこのユンピョー。彼はジャッキーちゃんの弟分として今や香港でも人気急上昇のカンフースター。腕前は死亡遊戯でブルースリーの吹き替えをしたほどですから大変なもの。ジャンプ、はいはい、ジャンプの来たわ。映画スパルタン X の中での格闘シーンをユンピューが指導してくれました。さあ、桃美さんうまくできますかどうか。よい、スタート。決まりました。ユンピョーの君も映画に出たらいいのにという発言で日本の女性カンフースター誕生かと新聞記者を交えて大騒ぎ。桃美さんもユンピョーと二人でポーズをつけたりしてかなりその気になっています。どころか教えてくださいですって。ジャッキー・チェンは蛇角発見や水発見など映画でおなじみのパロディ拳法の使い手と思われる方も多いようですが、カンフーのほとんどの流派の拳法をマスターしています。したがって灯籠拳もこの通り。桃美さんどっかちょっと変ですね。今までの特訓の成果はどこ行っちゃったんでしょうか。ジャッキー・チェンがついてこいって言ってますよ。こんな風にやるんだよ。しかしよく動く腕ですね。それではこういう時はどう避けるんですかなどとジャッキーちゃんに世間好き。その時はこうして避ければいいじゃないとジャッキーちゃんも思わず熱が入ります。桃美さんもやっと緊張が解けてきたようです。最後にジャッキー・チェンへの桃美さんの質問は日頃どのようなトレーニングをするかでした。香港へ来てからの凄まじいトレーニングで多分自分の方が多いとでも言いたかったんじゃないでしょうか。余計な力をつけるとか、この姿勢をつけるとか、一切立ち回りはそれ基本体力の訓練で、意義を来晩晩来来晩晩来来ところが500回は1セット。なんと1日4セット2000回ですって。さらに腕を鍛えるために暇さえあれば1日中懸垂をするのだそうです。そして足腰も重要と片足ステップを交互に500回ずつと、足首を柔らかくするためにこんなこともしているそうです。聞いているだけでもただただため息の出てくる桃美さんでした。足の関節を柔軟にすれば、まあ、歩く時の力が登場します。最後と言いながらもなかなかジャッキーちゃんの前から去れない桃美さん、武道家として聞いているんでしょうか、それともただのファンの気持ちで聞いているんでしょうか。ジャッキーちゃんの代表的なカンフーポーズを聞いているようです。どうやらまだ武道家としての桃美さんがちょっぴり勝っているようですね。それが基本的な姿勢です。
白啲，即係唔係？就喺嗰個戲入邊，呢度基本上就係呢個字法。因為我因為依個唔係古裝片，就唔係再擺螳螂啊、蛇形啊。已經靚到你，所以好多機場先不得了咁嘅。變咗我哋，我依啲咧差唔多係，依啲咧我哋差唔多係嗰啲。拳手打嘅時候都係咁，即係個聲咪聲，即係對你啲啦。因為咧，你一拳打埋咧，一就打落塊面度啦。見唔見到？咁咧係一個保護性嚟㗎。それで自分の体を。忙しい合間を縫って日本から来たカンフーレディに真剣に教えてくれたジャッキー・チェン。彼が作られたカンフースターでないことは一見して桃美さんには分かった。鍛え抜かれた本物の武道家に会えた喜びだけで十分だった。世界の大スタージャッキー・チェンがあんなに親身になって教えてくれたのもきっと私がカンフーの中でも難しい東老拳にチャレンジしているからよと語っていた桃美さん。はい。ユナハ。あ、ユナ。はい。さよなら。しかし桃。